はい、皆さんこんにちは、村長です。皆さんは曲を作るときにどんな風に作ってるでしょうか？みんなそれぞれ違う方法が多分あると思うんですが、細かいところっていうのはほとんど人の作曲というのを除けませんね。 YouTube とかでそういうのを見かけることがあったとしても、それでもなかなか簡単にはそういうのは見れません。僕のように生徒さんを教えててもずっと見守ってるわけではないですので、どんな風に作ってるかというのは正直知らないことが多いですね。僕の頭には全く今何もないんですけれども、まあちょっとだけイメージしたら、僕の場合はイメージをリズムにして、そしてピアノがすぐにこうイメージ通り弾けないのでですね、間違っても何でもですね、もう弾いてしまうというような感じで作ってしまうということです。何はともあれですね、そのイメージしていくところ、最初の一歩を見ていただこうと思います。ここにピアノ音源が入ってます。はい、こんな感じなんですが、メジャーにしようかマイナーにしようかとかも全くない状態ですけれども、まあ一度やってみます。 A メロとか B メロとか、なんかこう区切りながらやるのはいいと思いますね。テンポも適当です。後でどうにでも変えれるわけですからね。ということでちょっとやってみます。まず A メロから。まあこんな感じで小節数も適当ですが、まあこれで次またフレーズを考えてみます。じゃあ、まあこんな感じで、じゃあサビ的なところやってみたいと思います。どうしようかな、どっから行こう。はい、ちょっと高いところから。はい、こんな感じということで、初めは考えます。で、直していきます。って感じですね。イメージしやすいように、もうこう、メロディーができたら、できたらってまだ全然できてないわけですけれども、ドラムなんかをちょこちょこっと入れます。ドラム入れるだけでですね、今、メロディーはそんなに、どういうんですか、若い人向けというか、そんな感じではないんですけれども、でもドラムを入れるとちょっと気分が変わるんですよね。ポップなやつをこう入れてみますね。ここでラッチにしておいて、押していきながらイメージを変えていきます。こんな感じでいいかなって今思いました。じゃあ
これを適当に並べます。これでちょっと聞いてみます。はい、なかなか悪くないと思うんですが、まあメロディーがちょっとおかしいとこがあるので、これクオンタイズしました。今もう一回聞いてみます。さっき方が良かったじゃないですかね。ちょっとクオンタイズ戻します。後で手動調整ですね。第一段階というのはこんな感じです。ちょっとダメだったなとか思ったら、またこの後ろにですね、モチーフというかイメージだけちょっと打ち込んだりします。こんな風に思いついたのをちょっとやっといて、後で組み合わせていってメロディーを作る。まあ今の中で案外大事なのはドラムを早いうちに入れるということですね。イメージが固まりやすいからです。まあそんなこんなでファーストステップというのがこんな感じです。皆さんはどんな風に作ってるんでしょうか。また次の段階をお話ししていきたいと思います。